1年ぐらい前に陽子って子いなかったか。ちょっと前なら覚えちゃえるが、1年前だとちょっとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を当たってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。港の横、横浜横須賀、横知らねえか。半年前に辞めたはずだ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。仁義を書いちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。港の横、横浜横須賀、浜から流れてきた子だね。ジュルバがとってもうまくてよ、三月前までいたはずさ。小さな子猫を拾った晩に子猫と一緒にポンとらよ。どこへ行ったか知らねえな。あんた、あの子の何なのさ。港の横、横浜横須賀、真面目にやってるか。横須賀好きだって言ってたけど、外人相手じゃかわいそうだったね。あんまり何にも言わない子だったけど、子猫と話していたっけね。前借り残したまんま一月経ったらおさらばさ。あんた、あの子の何なのさ。港の横、横浜横須賀、陽子どこにいる。たった今まで座っていたよ、あそこの隅のボックスさ。客がどっかを触ったって店を飛び出していっちまった。うぶなねんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜ、あの子。あんた、あの子に惚れてるね。港の横、横浜横須賀、港の横、横浜横須賀。